ここからですね、いよいよ登山道に入ってまいります。まあ、今まではこれもウォーキングでしたんで、ようやく今日ここから登山ですね。まあ、ちょっと今朝ごはん兼ねて20分ほど歩いております。竹ちゃんが元気です。これこの景色ですよ。さすが観光地、綺麗です。今からですね、横を走って渡って登山道入ったわけですが、今から1時間で元屋橋、そこからさらに1時間で唐沢の手前、クーダクター3時間とかですね。ありがとうございます。頑張りましょう。サケちゃんが猛烈なスピードで走って行っております。帰りのことを考えてるんでしょうかねえ。このですね、荒々しい岩が屏風岩という山だそうです。山なのに岩っていう名前付けられちゃってね。さっきからですね、ちょっと道がぐーっと狭まって登山道っぽくなってます。ところでですね、我らがタケちゃんはさっきから全く姿が見えない前方に行っていて、これは早いんじゃなくてですね、チームワークを乱してると言わざるを得ない行動に出ております。ただいま元屋橋のちょい手前に来ておりますが、まさにですね、ザ・登山って感じです。道にはこう緑のアーチがかかり、左手には川が流れ、しかもですね、左手には大きな屏風岩を、今後に巻き込もうとしながら、唐沢に向けて向かっている最中です。人も少なく天気も良く、みーちゃんよ、今日ベストだね。はい、頑張ります。かなり押し玉上がってきて贅沢なんですけども、さっきから汗だくで歩いてる感じです。みーちゃんが当たってきますね。元屋橋か本谷橋かからガーッと登ってきまして、ようやく唐沢に向けた本格登山道になっておりますが、200m来たところで、かなりずっとこの登りが続くので、竹はもう走ってどっか行ってますけれども、今一休止ですね。今ですね、雪渓が下にありまして川が流れてるんで、急に空気がひんやりしてます。やっぱり依然登りが続いているので結構しんどいなという感じですね。今小高岳が綺麗に見えています。で、今絶景やーっつってこう写真撮ってたら、今からなんぼでもあるぞって、おじいさんに笑われてしまいましたが、綺麗です。みっちゃんと話してストックは出すけれど、携帯電話つけずに行こうと思います。400m ぐらいっていう話です。イエーイ、みっちゃん、今雪渓を歩いて唐沢に向かっております。もう見えますよ。見える？実を言うと、ところがこのバックも素晴らしい風景なんですね。なんでこの外人しゃべりになってるのか分かんないけど、タケはこの雪渓をトレランで走って登っていっております。見てください、見てください、この絶景です。今ですね、夏場は登山道じゃない歩けないところの雪渓の上をですね、ずーっと上がって、今もうまさに
サラサラ小屋が見えようかとしているところです。ただ、さっきから虫がね、ちょっと増えてきましたね。はい、これが唐沢ヒュッテ目の前の設計。すごいですね、みっちゃん来ましたよ。ビールですよ、おでんですよ。行きましょう。